N2P 村上烈です。本日も最新のデジタルプロモーションを研究していきたいと思います。本日紹介するのはこちら、 Z 界監修全国高校対抗超良問ドリルファイル。 LINE アカウントの取得を目的として LINE でログインして5問連続正解するとセブンでもらえる引き換え券をゲットする。発見 LINE キャンペーンプラットフォーム、キャンペーン用の公式アカウント、 LINE 公式アカウントに友達登録すると、こう下部に LINE の下部にボタンが現れて Z 界監修の問題が出題されると。それに答えられるとセブンイレブンで使えるクーポンをゲットできるっていうキャンペーンですね。お問い合わせ窓口で事務局がやるのがあると思うんですけど、それも LINE アカウントでやっていて、LP 上でも事務局に問い合わせするみたいなポチッと押すとその LINE アカウントに飛ばされて、まだ友達になってなかったら友達になるみたいなスキームをさせるっていうのが、こう事務局にお問い合わせをするためには友達にならないとダメっていう、こうなんかこう合理的なのか強引なのかわからん仕様がちょっと新しいかなと思いましたね。定期的にこう問題を追加したりキャンペーンを常設させることが可能で、こう Z 界が多分アカウントを運用してるんだと思うんですけど、今回はこう大塚製薬さんのカロリーメイトでセブンイレブンっていうコラボを、してもらってクーポンを出せる座組みたいなのを組んでこうスキームを作っていると。なのでこう多分今後は同じアカウントで側だけ変えてこうキャンペーンを行っていくんでしょうね。Z 界だったらこうターゲットがビッと学生なので、こう使い回し、ターゲットの使い回しみたいなのができるというところがあり、スキームを1個持ってるとこう広がりがあるのかなと思います。Twitter DM でもこれクイズプラットフォームっていうのを作れるので、ちょっとクイズ発行システムを弊社でも作ってみようかな。キャンペーンプラットフォームを提案できるとコラボとかも新たにできるかも。これであなたの企画もネクストステージだ。